ニュースマグビです。総額20億円とも言われる沢尻エリカ被告の賠償金。沢尻被告は賠償金を支払うことができるのでしょうか。広告代理店関係者によると、彼女は売れっ子でしたが貯金がほとんどないとのこと。実際に沢尻被告は2016年に出演したテレビ番組で貯金について尋ねられると、気にしないときっぱり、ある時は本当にお金を使うし、周りにもいろいろ買ったり、おごってあげることもすごくありますと、豪快なエピソードを披露していました。賠償金の支払いは難しそうです。ニュースマグビ。